こんにちは、心理カウンセラーの高森です。目の前の事実をネガティブに捉えすぎるところがありますというそのことがあります。こういった方は実は結構ご自身のことを客観的に見れるようになっていらっしゃるというところがいいところですよね。要は事実とそれから自分の思いというところをちゃんと区別ができているんですよね。ということはこの理解しているところ客観的な部分というのを増やしていって、事実は事実としてそんなにネガティブではないというところにだんだん自分の意識が向かっていけるように客観的になれて、主観的なネガティブなところに引きずられにくいっていう状態を作っていくとより楽になっていくと思うんですね。それは自分自身の心の癖っていうことに気づくっていうことを繰り返していけば徐々になってきますし、専門的なカウンセリングを受けていけばより効率よく自分自身を見直して楽になっていけるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。